2時間目始めます。お願いします。はい、お願いします。2時間目、佐伯先生の授業でございます。はい。私は歴史と、まあ、自然、はい、アクティビティ的な、そういうことをご説明します。はい。歴史でございます。はい。多久市のね、観光協会のサイトとかお前見えるじゃないですか、ここで調べるときに。なんか多久はね、歴史の街って書いてあった気がするんですよ。あ、マジだ。孔子の街です。孔子の街、はい。学問の神様、孔子でございます。ああ、はい。子って、まあ、子供の子。はい。あれどういう意味か知ってますか？どういう意味なんですか？まあ、先生って意味です。はい。師曰くというでしょう。ああ、初めて聞きました。マジで？子ってそういうことやな。あの、師匠が。違う違う、子供。歴史、上手。でね、多久聖廟。読めんかった、最初。なんか聖マリアとかそういうやつかな。学問の神様、孔子を祀っていらっしゃる、うん、まあ、その孔子廟って読むのかな。はあ、あれ廟って何なんですか、そもそも。ね、なんかそれはね、当たり前のように書いてあったんやけど俺もあんま知らないんですよ。ほら、聖廟とは、聖人を祀った廟。廟いやいや、ふざけんなよ、確かに。廟って何なんだろう。日立純とは、日立家の次男ぐらい意味わからない、うん、まあ、祀ってるところなんでしょう、はい、1708年に多久山によって建てられたそうです。国指定の重要文化財になっております、はい、人を敬うっていう心を培わせるために建てたもの、はい、有名ですよね、これは。なんかそう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 、はい、次、多久市郷土資料館っていうのが、郷土、民族、尖閣社という3つの資料館があるそうです。多久の成り立ちから近代までを知ることができますと、はい、なんか歴史にね、興味のある人はそういうとこ行くと、むくむと学びを深くできるんじゃないでしょうか、うん。次に国指定重要無形文民族文化財、はい、1868年創業の酒造があります。太平庵っていうのがそれ酒造らしくて、はい、の資料館があります。当時の1800年だから、まあ、もう200年ぐらい前ですよ、はい、のお酒造りの道具、なんとビビビビビビ店があります。何個あると思いますか？当時のお酒造りの道具何個あると思います？展示されてるもの。30点。2334点あります。次、はい、国もしくは多久市それぞれが指定している重要文化財となっております。これはね、それで俺知りませんでした。工藤造りっていう造りの民家があるんですよ。工藤、もう普通ひらがなで工藤って書くんだけど、あ、いいところ言ってくれた。何のことだと思う？工藤、これ意外とね、あ、確かにそのひらがなをもじったらそうなったねっていうのがわかる。じゃあ角度の工藤とかじゃない？違いますね。昔のお家にじゃああったものをさ、ポンポンポンって言ってみて。暖炉とか、まあ、ほんとそれ系、それ系です。料理、あー、かまど、あ、正解。おで、クド、かまど。なるほど。まあ、似とるよね。あ、18世紀中期に、建築されて、佐賀のね、南部に置いて、そういう作りっていうのが。あ、どういう作りなんですか？ちょっと今から調べますね。なんかね、一つの屋根ってさ、はい、家ってさ、屋根やん。けど、クド作りっていうのは、ちっちゃい屋根を何個もこう、一個目にくっつけるんですよ。それで上から見ると屋根がこうなったりこうなったりこうなったりして、こう見えるらしいんだよね、この字みたいな。でそれがかまどのように見えたので工藤造りと呼んだらしい。工藤造り有料貸し出しがございます。文化財なのに使うことができるって俺書いてる。おお、なるほど。泊まることができる、泊まれたはず。ちょっと嘘やったらすいません。はい、次向かいます。次、自然アクティビティ的なところをご紹介します。多久、うん、といったらですね、はい、山があります。これは知ってるはずです。山、天山です。正解です。唐津、小木、佐賀にまたがる山、天山でございます。佐賀県で一番高い山ですね。そう、何年でしょう？1300、あー、惜しいです。1046m だそうです。多久聖廟というのも天山にある。あ、そうなんですか、うん。天山スキー場とか僕、大学の時行きましたよ、はい、はあはあ、よくりょうくんと二人で行ったりしました。ただね、天山の駐車場に入るじゃないですか、はい、でこうチケット駐車場のね、はい、あれをもらったら止めようかとしたら、エンジンぶっ壊れたよ。おお、マジで登り切ってよかったねって状況になって。そんな、なんかチェーンが切れるぐらい急な
坂道、険しい道なんですね。みんな雑だったんでしょう。天山でございます、うん、登山などで自然と歴史を楽しむことができる佐賀県立の自然公園、ただ成蹊公園というのもここにある。ああ、なるほど。まあ、唐津とか宅とかって言うと炭鉱の町だったよ、昔。そうですね、うん、でその炭鉱の王様がおったらしいよね。高取さんっていう、純くんの話では宅町っていう話が出ましたけど、はい、昔は、もっと昔は宅村だったらしいですよ。なるほど。に寄贈した成蹊公園っていうのがあるそうです。その高取さん寄贈したの？高取さんは持っとったんじゃない？これ、これあげるよって、はい、やる場合、まあ、か整備したんじゃない？もしかしたら。なるほど。でね、タクシーにね、みんなじゃあ何のために来るんっていうのも、おいしいご飯があったり、はい、歴史的な側面があるんですけど、大人の人が地方に行く理由の一つ大きいのがあって、ゴルフ。ああ、確かに。ああ、タクロ行くとこありますね。ゴルフ場ってやっぱ地方が安いらしいんで、ね、タクはね、4つもあります。ゴルフ場は剣山カントリークラブ、北コース、剣山カントリークラブってところもあるよ。タクゴルフクラブ、佐賀クラシックゴルフみたいな。お父さんとかも行ってるゴルフ。日立パパはあんましない。ゴルフはないです。釣りとかはですかね。釣りないです。3つ目、またタク製病の話でございます。近くに、ね、広場があります、うん、赤鬼がいるんだって。画像を出しておいてもらいましょう、はい、鬼の花山、憩いの森っていうのがあって、はい、佐賀平野有明海が一望できて、夜はもう星が綺麗だよと。佐賀県の何と言ってもいいところはね、俺やっぱ星やと思うよね。思わず抱えた時に綺麗やね。デビューで上ってたよね。たまげるもあれは。佐賀にはね、中央公園と呼ばれるところがあります。中央公園、はい、これね、桜の名所でよくお花見を皆さんしているそうです。でスポーツ施設も併設しております。確かテニスコートがいっぱいあったはずです。高校の時に行ったことある気がします。はい、最後、どこに泊まるんって、佐賀県ってホテルないんじゃないのって皆さん思いだと思います。あらかじめ間違いでございません。はい、タクといったらさ、僕らのタクといったら遊楽じゃないですか。遊楽、うん、シスタパティオ、シスタパティオ遊楽、難しいですね。室内プールも室外プールもあって、はい、っていうのがまああったんですよね、昔、うん、潰れてましたけど、はい、それを買い取ったところがあって、今も一応あるんです。施設営業されてるんですか。そうです、天山タク温泉、タクアっていうのがね。タクア、はい、温泉、プール、食事、何でもござれのリゾートホテルっていう、これは皆さんググってください。絶対いいと思う。あとね、すごい老舗の旅館があって、時和旅館っていうのがあるんですよ。県中央に位置するので観光には最適ですから、落ち着いた老舗旅館でございます。まあ、タクだけのために来るってことは正直今ないと思うんやけど、まあ、カラーズタク言うて車で30分ぐらいですか。はい、でその辺を巡って食を巡ってっていうふうには、うん、でも非常にいいんじゃないのか、そういったものになっております。はい、2時間目終わります。はい、ありがとうございました。ということでですね、タクの歌作ってまいりました。はい、どっちが作ったんだっけ。僕が作りました。あれ、いいよかったよ。じゃあ久井さん、音楽Qお願いします。はい、少年ピースでタクの歌聴いてください。何もないと思ってた。見下ろした景色、空の青、広がる部屋。これが6回目ですか。はい、やってまいりました。6年目でございます。はい、皆さんも佐賀マニアに近づいてきたんじゃないでしょうか。まあ、佐賀マスターに近づくと思われますので。